油断しないようにしなきゃ。守ってあげるよ。よし、神様のために頑張ろう。やりました。油断しないようにしなきゃ。守ってあげるよ。獅子をなめんな。飛べ。勝ったな。ダメなんだ、このままじゃ追いつかれる。神様、僕…何を言ってるんだベルク、今すぐここを開けるんだ。神様、僕はもう家族を失いたくないです。ベルク、ベルク、ヘスティア、そのナイフはあんたがヒエログリフを刻んだ通り生きているのよ。生きてる？あんたの子ベルクラネルに渡った時に初めて息づいて。ベルク、本当なの？うん、ガネーシャファミリアの人が言ってた。声が大きく、ごめん。とにかく近くに冒険者がいたら、どのファミリアでもいいから協力してもらってくれって。でも、そう都合よく近くには。なんや、儲け話か。何かあったんですか。元気？アイズ・バレンシュ…油断しないようにしなきゃ。逃げてくれたから、神様。今度は来てくれないと。アイズさん、もう一度会いたかったけど、よかったのかも。守ってあげるよ。こんなさ、見られずに済んで。さあ、やろうか。頑張れ。
りました。なんでここにいるんですか？本当にしょうがない子だな、君は。僕を守りたいだって？それに、約束してくれ。お願いだから、僕を…でもこのままじゃ二人とも…諦めるのは早いぜ。失礼します、神様。すまない、ベルク。僕はこんな状況なのに心から幸せ。何言ってるんですか、神様。あいつは神様を追ってます。だったら考えを変えよう。君があのモンスターを倒すんだ。ここでステータスを更新する。君の力をあのモンスターにぶつけてやっ。無理です。少しくらい強くなったところで僕の攻撃じゃ。それにペルコン、いつから君はそんな低い。だってそうだろ、バレンナニガシとかいう化け物みたいな女を目標にしている冒険者ベルクラネルなら、あんなモンスターちょちょいのちょいさ。神様、やっと渡せるよ。これ、君の、いや、僕らの武器だ。名付けて、ヘスティアナイフ。僕が君を勝たせてやる。勝たせてみせる。信じてくれないか。はい。神様、来ます。大丈夫だ、ベル君。もう一度言うよ。はい。信じてくれるね。はい。よし、行こう。油断しないようにしなきゃ。僕はやってみせます。強くなってみせます。神様、ありがとうございます。神様、それはすごい。ベル君、ヘスティアニアをまたすべ。いかがです？
疲れが出て眠っているだけみたい。困った時はお互い様で、宮お母さんにも許可は取ってますので。それに元はといえば、私ごめんなさい。 いえ、シルさんのせいじゃ。そうそう、町の皆さんが言ってましたよ。モンスターと戦ってるベルさんは勇敢だったって。いや、そんな、逃げ回ってただけですし。そんなことありません。実は見惚れちゃいました。お店の手伝いしてきます。ま、からかわれたのかな。ベル君。神様。びっくりしましたよ。いきなり倒れちゃったから。いや、さすがに疲れが出たらしいね。シルさんたちに聞いたんですが、アイズ・バレンシュタインさんも活躍したそうですよ。へえ、そうかい。ところで神様、このナイフどうしたんですか。サヤにヘファイストスって。あのヘファイストスさ、正真正銘のね。知ってたよ、君がヘファイストスの店の窓にいつも顔を貼り付けていたのは。君の欲しがっていたものとは違うかもしれないけど、僕見ているだけは嫌だったんだ。でもお金は。ヘファイストスファミリアの武器はすごく高くて。話はつけてきた。強くなりたいんだろ。いったこれくらいのおせっかいはさせてくれよ。誰よりも何よりも。だって僕は神。いつだって頼ってくれよ。僕は君の神様なんだから。おい、何してやがる。ちんたらしやがって脳なしのサポーター風情が。ろくに仕事もこなせねえ足手まといにくれてやる金なんざねえぞ。ま、モンスターに囲まれたらおとりくらいにはしてやるからな。役立たず。死にかけたばっかりなのに、なんで7階層まで降りてるの。迂闊にも程があるよ。でも僕、あ、ステータスがいくつか E まで上がったんですよ。えい、はぁ、あ、E？ そんなわけ。そ、力と耐久力がいい。敏捷 D？ベル君の言う通り、この短期間でステータスが急成長している。私じゃ読めないところもあるけど、アビリティは本物だし。じゃあ僕、これからも7階層で探索して大丈夫ですよね。確かにこのステータスなら7階層進出を許可しないわけにはいかないけど、そうなると問題は。ベル君、明日予定空いてるかな。油断しないようにしなきゃ。神様、僕はやってみせます。強くなってみせます。大丈夫、食べるのに食べるか。この僕が保証してあげよう。ここだ。しなきゃ。守ってあげるよ。
やりました。で、今日はどこに行くんですか？バベル？そう、ヘファイストスファミ…そんな僕、ヘファイストスファミリアで買い物できるような大金持ってない。いいから行くよ、男の子なんだから。エイナさん、やっほー。知りませんでした、バベルにこんな店があったなんて。お目当ては上の階なんだけど、ここもヘファイストスファミリアのお店だから、ちょっと寄っていこっか。はい、到着。ベル君はヘファイストスファミリアみたいな高級ブランド、自分には縁がないものと思ってるでしょ？はい。実はそうでもないんだな。あれ、そんなに高くない？驚いた？ここにあるのは新米の鍛冶師の作品だからね。安くても実際に売られて評価を受けることが駆け出しの彼らにはプラスになるの。中には掘り出し物もあったりするんだよ。さあ、行こう。ベルフクロッツォ、値段はと…げ9900バリス。手持ちほぼ全部。でも…ああ、いたいた、ベル君。私、あっちでいいの見つけた。ん？僕、これにします。ベル君ってほんと軽装が好きなんだね。すいません。いいよ、ベル君が使うんだもんね。君がこれって決めたんならそれでいいと思う。ありがとうございます。で、明日もダンジョンに行くの？はい。できればパーティーも組んでほしいんだけどね。せめてサポーターを雇うとか。サポーターですか？うん、何かと効率も上がると思うよ。ちょっと考えてみます。今日はありがとうございました、ベル君。はい、これ。え？私からのプレゼント。そんなもらえません。もらってほしいな。私じゃなくて、本当にさ、冒険者はいつ死んじゃうかわからないんだ。戻っていなくならないでほしいな、ベル君には。これ、それに頑張ってる君を見て力になってあげたいなって思ったんだよ。だからね、受け取って。ダメ？ありがとう。ちょっといたしまして。油断しないようにしなきゃ。僕はやってみせます。強くなってみせます。大丈夫、ベル君はやれるさ。まずは僕が保証してあげようじゃないか。神様のために我慢してもらいます。さあ、やろうか。君はなんて言うのだ。
強くなれたかな。油断しないようにしなきゃ。守ってあげるよ。ちょっと遅くなっちゃったな。大丈夫ですか？もう逃がさねえからな！こっ！なんだてめえ、そいつの仲間か？違う、初対面です。じゃあなんでかばう？お、はあ？何言ってんだクソガキ！やめなさい。街中で剣を交えるとは穏やかではありませんね。ああ、口出しすんじゃねえ。とっとと失せろこの。吠えるな。手荒なことはしたくありません。くそ。いえ、差し出がましい真似は。あ、そうだ、あの子は。あれ、犬怖くて逃げちゃった。あなたが怪我をしたらシルが悲しみます。気をつけてください。あ、はい。では、私はこれで。本当にありがとう。よし、神様。サポーターか。お兄さん、お兄さん、白い髪のお兄さん。突然ですが、サポーターを探していませんか？あれ、君は確か混乱してるんですか？でも今の状況は簡単ですよ。冒険者さんのおこぼれに預かりたい貧乏なサポーターが自分を売り込みに来ているんです。あの、そうじゃなくて、君、昨日のパルームの女の…リリは獣人、シアンスロープなんですが。本当だ、パルームじゃない。ごめん、つい人違い。それでリリルカさんはどうして僕に。見たところお一人のようでしたし、冒険者さん自らバックパックを装備していらっしゃったので、おそらくはっと。ああ。それでお兄さん、どうですか？サポーターはいりませんか？それが、できるなら欲しいかなとちょうど思ってたところで。本当ですか？ならリリを連れて行ってくれませんか、お兄さん。リリ、それに男性の方に。リリの大切なものをあんなにされてしまう。責任を取ってもらわないといけませんね。わかりました。それじゃあひとまず今日一日。ありがとうございます。油断しないようにしなきゃ。
神様、僕はやってみせます。強くなってみせます。大丈夫、ベル君も行かれるか。この僕が保証してあげようってこと。ここだ、やっちゃえ。よし、神様のために頑張ろう。ベル君、君はなんていい子なんだ。夏なる思考、恩師に値する。さあ、やろうか。セイフッ。少しは婚姻の何たるかを理解でき、油断しないようにしなきゃ。リリーがいてくれるから戦闘に専念できて助かるよ。いえいえ、これだけのモンスターを全部一人で倒してしまったベル様の方がずっ、まあベル様のお強さは武器によるところも確かにあるのでしょうが。やっぱりそうだよね。僕もちょっとこのナイフに頼りすぎかなって。ベル様、そのナイフはどうやって手に入れたのですか。ああ、僕のファミリアの神様にいただいたんだ。そういえばリリはどこのファミリアに所属してるの。はい、ソーマファミリアに。へえ、そうなんだ。それよりベル様、こいつの魔石も取っちゃいませんか。道の浅いところにあると思います。落ちてるのはリリが回収してきますから。今日はそれで上がりましょう。あ、ね。そう、何かあるんですか。彼らは探索が中心のファミリアで、少しだけお酒も売ってるの。そこもみんなどこか必死なんだよね。死に物狂いっていうか。それよりベル君から見てどうなの、そのリリルカさんっていう子は。はい、とってもいい子でした。そっか、だったら私は反対しないよ。あとはベル君次第。ありがとうございます。ベル君、ナイフはどうしたの。え、あ、お、おと、30バリスだ。え、
押しても引いても切れやしない。ま、ガラクタじゃな。刀身が死んでおるよ。冗談じゃない。あれだけのモンスターを倒して刃こぼれ一つしない技者がたったの三重バリスだなんて。待ちなさい。そ、袖にしまったナイフ、それを見せてほしい。竜？知人の持ち物に似ていたので確認したい。あ、あいにくですが、これは私のものです。あなた、抜かせ。ヒエログリフが刻まれた武器の持ち主など私は一人しか知らない。ごめんなさい。もう二度と落としたりしません。落とした？はい、これどこにありましたか？あったというより、一人のパルームが所持していました。パルーム？では、私たちはこれで。ありがとうございました。あんまり追い出しちゃダメよ。ああ、けどちょうどよかった。実はリリーのことも探さなきゃと思ってて。リリー、明日も僕とダンジョンに潜ってくれるかな？しなきゃ。神様、僕はやってみせます。まま強くなってみせます。
しないようにしなきゃ。守ってあげるよ。よし、神様のために頑張ろう。うん、ベルク君はなんていい子なんだ。苦烈なる思考を本心には愛する。使います。さあやろうか。自死をなめんな。手でも食らいなさい。や、やるしかない。少しは強くなれたかな。ベル様。リリア、ところでベル様、あのナイフが見当たらないようですが。うん、今度は落とさないようにここに収納したんだ。そうですか。それより本当に契約金とかいいの？ええ、メル様はお一人ですので配分もややこしいことになりませんし。それに？その方がベル様にも都合がよろしいでしょう。さあ行きましょう。ベル様に頑張っていただければ何も問題ありませんから。あ、うん。しないようにしなきゃ。神様、僕はやってみせます。強くなってみせます。守ってあげるよ。思考を本心には愛する。さあやろうか。くらえ。26000バリス。ああ夢じゃないよね。ベル様すごい。お一人でレベル1の5人組パーティーを上回る額を稼ぐ。いやほら、ウサギもおだてりゃ木登るって言うじゃない。それだよそれ。まったく分かりませんが、今日のところは便乗しときます。すごー。ではベル様、そろそろ分け前を。うん、はい。ん？これな、あ、そうだ、よかった。リリー、これから一緒にご飯食べない？これは、ま、ん？なんで山分けなんて、独り占めしようとか。え、どうして？僕、リリーがいてくれたからでしょ。全部ありがとう。これからもよろしくね。変なの。たったの12000バリス。ふざけるな。あんたの目は節穴か。ほら、まただよ。またソーマファミリアの冒険者。くそ、こんなんじゃ。ソーマファミリアか。大丈夫かな、ベル君。どれ。ほう。お前みたいな役立たずのサポーターが俺らソーマファミリアの一員でいられるのは誰のおかげだ？冒険者様のおかげです。分かってんなら死ぬ気で稼いでこいや。何が冒険者。まあいいです。目標の、あのナイフも絶対手に入れて。リリーのおかげだよ、ありがとう。
と。ねえねえ、聞いた？エイナ、また相馬ファミリアの冒険者が監禁で揉めたんだって。そう、なんでいつもあんな切羽詰まってるんだろうね。わかんない。お酒もすごく売れてるし、お金に困ってるファミリアじゃないはずなのにね。リリー、ありがとう。助かったよ。はい。ねえリリー、今魔法使ったよね。いえ、あれは魔剣の力で。魔剣？そんな貴重なものを僕のために？はい。それはもうペル様のためですから。あのベル様、明日一日お休みをいただいてもよろしいでしょうか。いいけど、何か用事でもあるの？ファミリアの集会があって、どうしても出席しないといけなくて。契約違反なのは分かっています。ペナルティはお受けしますから。え、いいよそんなこと。それよりごめんねリリー、僕気が回らなくて。休みたいときは遠慮なく言ってね。今日はお休みなんですか？はい、急に暇になっちゃって。シルさんは休みの日って何してます？そうですね、読書とか。読書か。けど神様が持ってる本はどれも難しそうだし。ん？ゴブリンにもわかる現代魔法。お客様の忘れ物なんですけど、取りに来る様子はないし。この本でよければ貸しちゃいますよ。え、いいんですか？減るものではないですし。魔法か、よし。魔法は種族により素質として備わる先天系と後天系の魔法は、いわば自己実現である。何に興味を持ち、認め、憎む、憧れ。じゃあ始めよう。僕にとって魔法って何？強い力よ。僕にとって魔法はどんなもの？炎、たけだけしくて熱い。魔法に何を求めるの？イカズチのように誰よりも早く。それだけ？もし叶うなら。昔読んだおとぎ話に出てきたような、あの人も認めてくれる英雄に。子供だな。でもそれが僕だ。それが僕だ。ベル君、
何してるんだい。あ、か。じゃあ、慣れない読書をしてまんまと眠気に襲われたってわけだ。そうみたいです。かわいいね。神様。魔法。え？魔法が発現した。ファイヤーボルト。まさか魔法まで発現しちゃうなんて。これも例のスキルの影響。神様。魔法ですよ。僕魔法を使えるようになりました。ベル君、魔法は呪文を詠唱して発動させるものだってことは知ってるね。通常呪文は魔法が発現した時、ところが君の場合速攻魔法という補足以外はそれが一文字も見当たらない。はい。これは僕の推測だけど、君の魔法は詠唱がいらないのかも。え、明日ダンジョンで試し打ちでもしてくるといいさ。明日。大丈夫、慌てなくても君の魔法は逃げたりなんかしないぜ。油断しないようにしなきゃ。すいません、神様。僕今すぐ使ってみたいです。しなきゃ。帰ったらみんな驚くぞ。
たった一人で改装主を倒すとは。マインドダウンだな。後先考えずに魔法を使ったのだろう。この子なんだ、知り合いか。直接話したことはないんだけど、あのミノタウロスの時の。なるほど、我々の不手際で巻き込んでしまった少年か。リベリア、私この子に償いをしたい。今言ったことをこの少年にしてやれ。償いならそれで十分だ。そんなことでいいの？ああ、お母さん。ごめんね、私は君。幻覚。幻覚じゃないよ。なんでいつも逃げちゃうの？油断しないようにしなきゃ。守ってあげるよ。さあやろうか。逃がさない。愚劣なる思考を万死に値する。どこにあるんだろう。わあ、あったで。リベリア、ソーマンとこの先や。なあなあ、皇帝。ええやろ、ママ。誰がママだ。私はアイテムの補充に来たんだ。酒を買いに来たわけではない。リベリア様。お前、エイナか。すみません、リベリア様、あんな高いお酒を私の代わりに。どうせ買う羽目になったんだ。ならばせめてお前の役に立つ方が気が晴れる。約束だぞ、エイナの質問に答えてもらおう。分かっとるって。ソーマファミリアのことについてやったな。はい、ぜひ。まあ一言で言うとやな、あそこの子供たちが崇めてんのはソーマやない、酒や。
れ、リリンまだ来てないのかな。おい、あなたはあの時の。お前、あのガキとつるんでんのか。となると何も知らねえってわけじゃあるまいな。何がです。とぼけんな。お前、一緒にあいつをはめるぞ。そんな顔すんなって。お前だって冒険者同士協力して役立たずの荷物持ちからたんまり巻き上げようぜな。嫌だ、絶対に嫌だ。このクソガキ。ベル様。リリ、いつからそこに。あの冒険者様と何を話してらしたんですか。え、いや、大したことじゃないよ。世間話とか。それよりリリは絡まれてたみたいだけど大丈夫だった。はい、大したことありませんよ。さっさと行きましょう。もう潮時か。油断しないようにしなきゃ。神様、僕はやってみせます。強くなってみせます。大丈夫、もう出るやれるか。これを僕が起動してあげよう。守ってあげるよ。よし、神様のために頑張ろう。君はなんていい子なんだ。避ける。Thank you.